大河ドラマどうする家康がより面白くなる歴史解説です。さて先生、うん、前回、はい、いいところで引っ張りました。もう僕引っ張るつもりじゃない、これ予定で切ってるんですよ、ね、予定で切ってる、はい、一応30分ぐらい目安にということで、うんうん、だいたい僕延長するもんですから。昔からね、授業の延長って嫌われるんですけど。でもなんかね、皆さんはもっと長くてもいいっておっしゃって、いや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 、コメントもね、まあまあ、あってありがたいです。ありがたいですね、はい、今日はまあなるべく延長しないようにと思ってやってますけど、すいません。いえいえいえ、ということでね、はい、いよいよ合戦が始まりました、うん、で飛びの砦での急襲というのが大きなキーポイントになって、うん、はい、出てはいけないところに出て行って、うん、練りひばりのようにせよという信長の命令で、うん、数千丁の鉄砲がかかって、はいはい、で実際に鉄砲を撃っている絵も描いてるんですが、徳川の戦い、うん、三河武士の意地っていうのがあってね、うん、これがね、まあ、僕はあまりこういうことをばっかりやるとね、うん、なんだあいつ徳川びいきであれしかやらねえんじゃねえかっていう。あの、すいません、僕徳川びいきなんです、うん、そうなんです、徳川びいきなんです。私もです。別に稲本というわけじゃないんだけども、その番組ですので。すいません。ただね、あの、なるべく公平に見てます、うんうん、あの、家康がアホたわけな時もあります、うん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 、だからそれはね、うん、あの、歴史を学ぶものとしては、うん、別段僕はそう抵抗なく、うんうん、これは大失敗でしたよとかね、うんうん、これは良くないですよってことは言いますけどね、うんうん、あの、徳川で起きたことを中心に話をしているということで、うん、まあ、あまり誤解をされないように。そうです、はい、別にもう猫可愛がりしてるわけでもないんですよ。ということでね、うん、あの、三河武士たちの意地という、はい、何のこと、うん、こういう文章を残ってるんです。うん、決起の勝より夜中より税を繰り出すを見て、うんうん、御家人ここ、はい、大久保七郎右衛門忠世、うん、次右衛門忠介兄弟、うん、今日の軍は当家は主戦、はい、織田家は課税なるに、うん、そうでしょ、そうって言ってるんじゃないの、うん、国衆のことなれば前に出よって言ってる、うん、当家が主戦、はい、織田勢に駆け遅れては、はい、我らの恥辱この上あるべからず、うん、そうやって言われてやってんのに、織田勢の方がわーっと活躍しちゃったら我らのはずだよ、うん、こうやって言ってんのに、うんうん、と語らいと言って、うん、一同に柵より外に進みず、うん、柵よりも前に出てったってんです。はい、死にに行くようなもんだよ。そうですね、本当にえらいことやりましたね、はい、で武田方にも山形正景、うん、はい、小畑貞政とかね、うん、あれ随一のそうそうたるメンバー、うん、小山田兵衛信繁、うん、天球これは武田信豊、うん、馬場信房強いよ、その他真田、はい、土屋花山、うん、一条等の名ある輩、名がある輩、うん、入れ替わり立ち替わり攻めてくるんだというところでね、うん、頑張っちゃうわけ。頑張っちゃうんだ。それが描いてあるんですね。はい、これがここ、うんうん、これ有名なとこだよね。これよく見ると柵が、馬防柵があるけど、うん、この連中出てるね。柵より前に出て攻めてくる武田に、でも一応鉄砲を打ちかけてる、うんうん、でもだいぶね、組打ちをしたり切りかかったりやったみたいですよ。まあでもそうですよね、うん、普通に考えて、うんうん、この辺の様子はね、だから全部が全部馬防柵の内側からやってるわけじゃないというね。うん、長篠の合戦は鉄砲の力だけで勝ったわけではなかった。うん、こっち。そうですね。あの、うん、見えてる鳥の巣山、そう、鳥の巣山の方。だからこういう動きも含めてね、うん、彼ら大久保兄弟の活躍。でこの中でね、ここに揚げ八丁見える？あ、見えます、見えます、ありますね、うん、これ、揚げ葉が、うん、金の揚げ葉、これが忠世、はい、がここにいる、うんうん、これ忠世、それからこれ丸いのね、はい、アサギの石持ち、うん、場合によってはね、絵によってはこれが真っ黒塗ってあるのがあります、うん、けども、まあ、アサギの石持ちっていうのが忠助の旗印です、うん、で、この大久保の2人が前面に出て打ってる、うん、しかもこの屏風画のここはほぼ中心になってるよね、はい、でわざわざこの2人だけこういうふうにこうはっきり分かるように描いてる、うん、ということはこれ大久保家が
金を出して書かしたんじゃないかとも言われてる。そういう 解釈。これ屏風画っていうのは中心に書いてあるところにその一番見てほしいところがあるんです。うん、そうですね、うん、あとは時系列、うん、一つの中にまとめますからね、はい、あの一色だに書いてありますけど、そうするとね、これ僕は鳴瀬家のものとも、ね、犬山のものは言われてますが、大久保家かかして大久保が結構お金出したんじゃないかとか、ね、あでもお金出して書かすんですね、うん、まあ、そんな感じもせんでもない、うんうんうん、まあ、この二人が活躍した。でさ あ最初にも回、ね、前にもお見せしましたよね、鼓舞する人たちですね、うん、武田、うん、太鼓を鳴らして攻める武田勢とか書きましたけど、はい、大変怖い顔をして攻めていきます、うんうん、勇猛なんですよ、うん、随分ね、多分ね、あっちの織田徳川の方も前面に出てた連中っていうのかな、あれに結構守られてたからいいようなもんだけど、うん、そうでないのは結構やられたんじゃないかと思うんですけどね。さしも信玄が時より名を知られ、信玄の時から名を知られている山形、うん、内藤、土屋、真田、望月、小山田、小畑などいわゆるあの言われるもの死に物狂いに戦いて、うん、皆を討ち死にしちゃったっていうの、この重要な、だから今のどうする家康言ったら、うん、堺、石川、うん、本田、榊原、みんな死んだということですよ。もう勝てないですもんね、そうなっちゃえば、うん、そのレベルってことですから、そのレベルが死んじゃった、はい、ということです。だからこれ相当ね、うん、あの陣構えが厳しくって鉄砲の数も多かったと思います、ね、これであのこれがね実は真田がやられてるところです、うん、銃弾に倒れる真田正輝信綱、うん、これが真田、こっちが正輝かな、ちょっとこの辺がはっきり僕は分からないんですけどね、黒い日の丸、これはそうですよね。それからこれが、あ、これがそうです、これがそうです、うんうん、これ真田やられてるよっていうところですよね、はい、旗印がやられてる真田がやられたところ、うん、それからこれはね誰がやられたかっていうと、あ、ここに描いてあったのかな、ここだ、ああ、 首が取られてますね、うん、うん、これここの前に大久保がいるんですよ、うん、だけど誰とやったかまでは組一のことはちょっと僕は読んでないのでわからないけど、ここで倒れてるのがこれをアップするとこういうことになります。首がないですもんね、でこっち今から押して、うん、最初見た時はギョッとしましたよね、これ、うん、あれ何、首がないじゃん、こっちにいます、ここにある、はい、で自分の主の首を敵に取られるっていうのは一番の恥辱ですから、うん、家臣がこう首を抱えて持ってスタッフらさっさと逃げていく、うん、という様子を表している非常に残酷な絵ですよね、うん、こんなのが屏風画にも書いてあります。これ覚えておいて見てみてください、 はい、これが山形正景の首を持ち帰る家臣、うん、いろんなドラマがありますね、うん、本当にひどいことになったんですね。からこれ馬場信房です、この周り槍で疲れてるで血が出てるでしょ、うん、ね、でこれ馬から降りて戦ってるとこですけど、これねこういう文章が残ってます。馬場は長篠の橋際に手勢20騎ばかりまとめて自分のね、うん、勝頼は落ちて行きね、落ちていく大文字の小旗、うん、大のね小旗、うん、旗印ですよね、影見えるまで見送りして、うん、取って返し、うん、つまり勝頼逃がしたんです彼は。ああそうですか、ここでね逃げなさい、ほんでその旗が一応見えるところまで行って、うん、取って返して、うんうん、これね一足も引かず打ち死にする、うん、これ行く時にね、なんだババ逃げるのかってやられたんですよね、うるさいと言って勝頼を送っていって、うん、よしこれで主は逃げた、うん、たら何をと言ってまた戻ってきて馬から降りてかかるのならかかってこいてやったんですね、うん、で彼らに集団で突き殺されて死んでいくという、これは馬場信春の討ち死に、うん、これであの
水杯を交わした馬場も死んだ、はい、首を持っていかれた 山形も死んじゃった、いわゆる武田の中心になる重臣のメンバーみんな殺されちゃった、まあ、こんな様子が描かれている、まあ勇敢だったですよね。多勢に無勢というところですよね。この資料を述べている。この時高坂男女正信海津の城を守り、これは海津城っていうのは上杉との越後と信濃の国境の近くにある城です。そこにいたけども勝頼決起の勇に誇り、決起の勇に誇り必ず大敗せんことを察し、血の気が多くって、自分の勇っていうのはすごいぞっていうのを誇っていた、はい、勝頼は必ず負けると、うんうん、せんことを察して勢を途中に出して迎え守りて甲州まで送り返す、うん、大阪壇上がよくぞ帰っておめえになったと言って、はい、ね、うなだれて帰ってきた武田勝頼を甲州まで送り返す。武田が家にて老高の家人どもこの戦に数を尽くして討ち死に接しかが、これより甲州の部位は大いに劣りしとぞ、うん、この日両家に討ち取る首13,000余弓の印、その中にも7000は当家つまり徳川が討ち取ったと書いてあるけど、これはちょっと盛りすぎだね。あ、盛りすぎなんだ、うん、ここはここまでは言ってないと思いますが、うん、結構な人数は死んだと思います。これは鉄砲の威力です。それまでね、三方ヶ原でもね、徳川は1000死んだ、1000人の死体がね、今グランドにルイルイとしてご覧なさい、ちょっとね凄惨ですよ、ね、はい、あのウクライナの戦争でミサイルが落ちて、例えば40人死んだ、50人死んだ、100人も死のうもんなら世界中のニュースで流れてくる、この時に1000人死んだらすごいこと、そうですね、でこれ1万だもん、はい、レベルが違ってる、うんうんうん、でこれね持ってやります、持ってやると思うけども、でもね何千という数が死んだかもしれません、これは何かといったら鉄砲の威力ですよね、もうなんか鉄砲出されちゃうと、もう完全に決まっちゃいますもんね。そう、だから家康はこの時以降堺に人を出して鉄砲をどん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 仕入れるようになります。戦に勝つには鉄砲が絶対必要だなってことは身をもって感じる。確かに織田はもう分かってました。うん、で何といってもね、鉄砲のあの火薬の原料になる、硝石から鉛がね、三河の山で取れたんです、まだ硝石はね全国でもそんな取れてなかったんで、本当いっぱいあるんだけどね、でほとんど輸入に頼っていた、はい、その火薬の原料になる硝石を実は三河で取るようになってたんですね。だから家康ってのはそういう意味で言うと、あ、そうか、こういったことはちゃんと学んでるなってことは分かります。うん、確かに、で、遅いけどこれからあと鉄砲をたくさん備えていって、最後天下が収まると彼何やったかといったら、もうこんな怖いものはいらないって言った。これ有名だよね。でもそうですよね、有名です。もう1600年幕府開いてからになりますが、新しい鉄砲の禁止令を出します。鉄砲も作るじゃない。いや、もう本当正しい判断だったと思います。そうそう、幕府ももう持たない、で鉄砲がそれ以降江戸は芸術品としては作られるようになったけども、実践的ではなくなってくるんだよね、はい、あ、まあその代わりあの訓練はしましたのでね、はい、そういった火薬等を使ってできたのがあの花火大会だよね。そうなんです。江戸川の花火、はい、そう、三河の花火もそう、はい、全国の花火も幕府の許可がなければあんなことやってはいけませんでしたから、江戸時代からは我が町がルーツだっていうところは全国に僕は知ってるだけで7カ所あるんですね。俺のところはルーツだ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 って言ってそれは江戸時代の平和のおかげです。そこをどんどんうちがルーツだって争ってください。盛り上がりますから、はい、僕はそういうの大好き。三河もルーツだって言ってる。そうですね、言ってほしい。だけどこういうこのトラウマがあったと思います。でもいい風に使われましたよね。その人を殺すための道具だった火薬が今度はね、たくさんの人たちを喜ばせる花火に変わるっていうのはね、家康公のね、作文コンクールで去年一昨年だったかな、そのこと書いた人がいてね、特選、素晴らしい、素晴らしい、よく分かってらっしゃる。だからなるべくこういうのを見て、あのいいヒントもらったら、ちょっと調べてみて書いてみてください。特選になるかもしれませんよ。ちょっと娘に言って聞かします。
花火の件もそうですが、こういうのがトラウマになってたんですよね。ね、本当本当。さあ、これはね、まあ少し時間がまだ時間ありますか？うん。うんって言ってるけど、もう30分過ぎてる。過ぎてる過ぎてる、はい。この大久保氏っていうのをね、簡単に説明しておきます。うん、出てきますよね、しょっちゅう。うんうんうん、出てくるけど、あまりこういったことを知られてない。そうですね。うん。この大久保家のね、続投の略系図です、これ、うんうん、これ僕が持ってる資料からコピー取ったものです、はい、が、もともとはウドって言いますけど、ウズって書いてお、これでウドちゃんなんです、うん、ウドちゃん、うん、これのお父さんが、もともとね、宇都宮と言ってたんです、うん、だから大久保氏のルーツは、うん、あの宇都宮です。あれ、餃子？餃子で有名な、うん、あ、そうなんですね。そこから南北朝で南朝方に属して、うん、足利尊氏たちと戦った、はい、新田義貞に就いたんです、うんうん、で彼が、新田義貞が最後福井でもう死にます、はい、がその時に新田義貞の首を持って、この宇都宮安藤と言いますが、はい、このお父さん三河の国に逃げてきた、うん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 、三河の岡崎の神和田という里に入ったんですね、はいうんはい、その首を埋めたところも残ってます。残ってますよね、うん、でそれ以来ね、うん、この三河に住み着いて、宇都宮では身分がバレますから、うん、ウドとウズというふうに変えたんです、ね、なるほど。でそのまんまずっと来て、うん、この忠俊という忠重という人がこの時に大久保に変えます、うん、ウドもで大久保に変えて、これの次男の忠俊さん、これが長老です、うん、三河一向一揆の時にみんな許しちゃいなされと言った家康に、はいはいうん、それの息子がいるんですけど、うん、これが大久保の宗家を継ぐんだけど目をやられましてね、うん、あまり動けなくなったというところで、この忠俊の弟の忠勝の子供、うん、ここに忠勝がいる。あ、本当だ、うん、彼が過去にって書いてあるでしょ、うん、つまり忠勝に代わって、うん、大久保家を牛耳るようになります、うん、リーダーになる、はい、その弟が忠助、うん、こんなに兄弟がいて、一番最後の弟坊主が忠隆、うん、これが大久保彦左衛門です。有名な彦左衛門、はあはあ、彦左衛門は忠世の一番下の弟なんです。そうなんだ、うん、この人がどこに屋敷の土地をもらっていたかというと、うん、駿府に家康がいる時に、はいね、駿府の中に旗本としての屋敷のをもらってたんだけど、うんうんうん、江戸に移っても頑固者だったから、うん、俺やだって言ったんだけど、まあ江戸に移れということになって、うん、家康の元に行きますよね一緒に、はい、で地名は変えんぞと言って、自分が住んでいる駿河の、うん、土地をそのまんま駿河台にしたんです。あ、それだ、それが。だから東京にある駿河台、うん、駿台予備校で有名だよね、はいはいはい、あの駿河台はこの大久保彦左衛門が駿河の国に住んでいたところの地名をそのまま持ってた。うん、面白いですね。そういうの、うん、で駿河台、うん、これが予備校の名前にもなどうなるかわからないもんですね。ここが漂うです、うん、ね、宇都宮数氏が三河国神谷に入とする、はい、ユーブルって書いちゃったね。や安道、孫の安道だね、ごめんなさい、うん、ウドに改める、はい、こういうふうに書く。でもこれだと分かっちゃうからこれにしたんだよね、きっと。で忠重の時にこれ清康に使えるんです、うんうん、清康に使える、ね、清康に、はい、まあ、そんなことで大久保忠世というのはここの人です。うん、これでお分かりになりました。はい、なるほど、はい、うん、まあこの辺忠助、忠隆、うん、彦左衛門、これ有名です、うん、この人は沼津の藩主になります、うんうんうん、沼津、はい、この人は小田原になります、うん、これは岡崎に残ってる、うん、あ、宇都宮安藤の墓用塔ですね、はい、妙国寺というお寺にあります、うん、大久保家塩素供養塚だから、宇都宮宇土氏の墓がずっと並んでるということですよね。この妙国寺に行くとあります、これ、はい、またあの岡崎にお見えになった人、はい、忠世のファンだわって人いるでしょ、
三河一の色男だもん、うん、忠世のファンだわって人はぜひこの妙国寺を訪れてみてください。そうですね、はいはい、うん、それからこれは山中城を落とした時の、うん、まあ、これはいいでしょう、あの宇土忠重、はい、でこの時から大久保に変えますよという、これは大久保家の菩提寺になります。龍泉寺にある長福寺というのがすごい立派なお寺です、うん、はい、ね、でここのちょっと離れたところに墓がありますが、そのお墓に、大久保彦左衛門の墓が、うん、あの人頑固で江戸で死ぬんだけど、俺墓だけは絶対に三河の岡崎に作ってくる。頑固だったそうです、ね、すごい、俺こう本当に作った、まあ、筋が通ってるといえばね、うん、彦左衛門ファンの方はここに来てください。うそうですね、はい、ぜひぜひお越しください。まあ、観光ガイドやってるみたいなことね、うん、そうですね、先生が岡崎の観光ガイドです。これはね、はい、彦左衛門が作ったお堂ですが、うんうん、はい、それを彦左衛門の子孫が寄進しました、うん、これを願成寺という岡崎の上地町にあるお寺に寄進をしている本堂です、はい、立派ですよ、うん、中あるとびっくりします、はいはい、岡崎って本当に立派なものがねたくさん残ってる、多いんです、楽しみに来てください本当に。それからまあこれは16章の宝蔵寺に残されるので、はい、この中で兄弟で出てくるのはこの大久保2人、おうおうおう、あと鳥居がいますよね、うん、この兄弟で出てくる16章の中に、うんうん、鳥居もここにいますよね、ここいますね、土忠と忠平、はい、直忠って書いてあるんですがね、うんうんうん、まあ、そんなことでね、うん、大久保一族の発跡地の碑も岡崎にあります、うん、ありますはい、そんなことで、うん、大久保についてちょっと話をしておきますが、はい、まあ、これでご理解をいただいて、うん、彼が岡崎輩出の純然たる三河武士であるということで、三河一の色とかどうかは別にして彼の活躍にも注目をしてください。そうですね、はい、もう本当にこうメインだけじゃなくてね、うん、脇を固めた人たちにもさまざまなドラマがありますので、そうですね、はい、でこれで終わりますが、うん、これで勝頼終わりじゃないですよ、うんうん、これからまた彼すごいんです。ああ、そこはちょっと教えていただけるんですか。まあ次回ですね、次回、はい、うん、まだ家康も苦しみます。そう、そういうことで、ね、ちょっと長いですもんね、うん、次回苦しみが今度はいよいよ織田信長がなぜ死ななければいけなかったのかというところに入っていきます、うん、ああ、でもそれすごい人気かも、まあ、すごい回っちゃうかも。前にもちょっと本やったんですけどね、うん、もうちょっと別な角度からも切り込んでみたいと思います。これは楽しみ、はいはいはい、ね、信長ファンも多いですから、はいはい、じゃあ今日はここで終わりたいと思います。はい、先生今日もありがとうございました、はい。